スタートしまましたさあ正面スタンド前、ま、ず間からススーッとプリンセスジャック伺いますしかしそのうちからは3番のブロードスター外から内にコースを取るようにマイネル・アイザックも先行体制です連れて9番のダノン・フェニックス先団4頭その後は少し開きました8番のゼンノルジェロが追走アドマイア・ゲランです里のジュピターがいっていますそのうちからはフレイジャパン後方から2頭目にスノードン 最高峰追走ローレルブレッドという体制です各場1コーナーカーブしていきますさあ外枠から先手を奪ったマイネルアイザック2馬身半のリードを取って逃げています単独2番手3番ブロードスターがつけて2コーナーから向こう上面へと向かいますその後ダノンフェニックスが3番手の位置 うち4分の3馬身差プリンセス・ジャックは4番手その後は5馬身と馬群が開きましたポツンとゼッケン8番ゼンノルジェロが追走しておりますそしてその後は2頭を並んでアドマイア・ギャランとフレイ・ジャパンですさらにその1馬身後方ですが4番スノードンが後方から3頭目あとはゼッケン5番をつけました佐トのジュピターが行っておりますその後は大きく置かれました6番のローレル・ブレット最後方各馬が向こう上面の中ほど残り800を今通過いたしました10番のマイネル・アイザックが先頭です3コーナー 単独2番手、3番のブロードスターがつけています3番手の位置に外からスーッとポジションを上げていった佐トのジュピターが3番手の位置ずれて上がっていったダノン・フェニックスとともに3番手伺って上がっていきました残り600はすで通過して34コーナー中間ですそしてその後アドマイヤゲランがポジションを上げていきましたあとは手が動いてフレージャパンそしてその外からゼノルジェロそしてその後にその後に4番のスノードンは後方から2投目です第4コーナーカーブから直線構成と向かってまいりました今度は先頭3番のブロードスターと変わりましたブロードスターと 変わるかさらに外からは、スーっと今、里のジュピター、そしてアドマイア・ゲラン、そして外に持ち出していった4番のスノードン追い込んでくるが、先頭は抜け出した、アドマイア・ゲランが先頭だ、2番手争いに、8番の、さゼンノルジェロ上がってくる、先頭は2番のアドマイア・ゲラン合、5輪2着は8番のゼンノルジェロ。